ジャーケバブの下ごしらえ焼き始めたばかりのジャーケバブカット、される、ジャーケバブジャーケバブは回転させ炙り焼きする、肉料理で、ケバブの一種。原型は、トルコ東部エルズルム県のトルトゥムやウォルトゥカ近隣の、アルトビン県のユスフェリのいずれかであるとの論がある。トルコの大都市では、ジャーケバブは、オルトゥケバブオルトゥカボブやトルトゥムケバブトーチャム。 カボブなどシェフの出身地によって呼び名が違うこともある。ジャーケバブのユニークな調理の仕方から今ではエルズレムを特徴づけるものとなっているが多くのレストランが自らが唯一の発ア者ン社であると主張している。多くのトルコの都市では食べられることができるようになり、特にブルサではジャーケバブはポピュラーで同様にイスタンブールやアンカラでも食べられているがイズミルではあまり知られていない。 18世紀のオスマン帝国の旅行案内本では、トルコ東部のエルズルムでは水平の肉の積み重ねた木々の火で調理されていると言及されているが、おそらく現代のドネルケバブの原型の一種とも考えられている。ジャーケバブのジャーキャグ IPADA は、トルコ東部の方言で文字通り、串を意味し、故にこのケバブは大きな串に組み合わせた肉が差し抜かれている。 薄く切られたラム肉と多量のお油を多くのヨーグルトと黒胡椒、スライスした玉ねぎで混ぜたものでマリネにしついたち置く。置いた肉を大量に串刺しにする。串刺しにした肉は串ごとに串を回転させ調節する。器具に固定してから火にかける。あとは肉の焼き加減を見ながら上から下に回しながら焼き上げるまで繰り返す。ジャーケバブはもっぱらラム肉が使用されている。 ありがとうございます。